国際的な大会で初めての優勝を成し遂げた秋山エリカ、和の演技です。非常にオリジナルの技がたくさん入っていますね。ここもそうですね、この後が本当に秋山さんしかできない技、特に肩と首を使ったポーズからキャッチ続きます。もう独特の世界が出来上がってますよね。このレオタードにしてもやっぱりくすんだ色ですからね、なかなか着れませんけどもね、似合ってますうまく着こなしていますね、まあ、どの世界でもそうだと思うんですが、この人自身の世界を持つということは非常に大変であり大切なことですね。そうですね。そして強みが出てきますよね。山崎さんの場合は何かやっぱり工夫なさったんでしょうか。そうですね、やっぱりこういう年代になってきますとね、体力的な面では落ちてきますので、いかに独創性が出るかとか表現力が出るかというところに気を使ってましたね。ベテランの味っていうことですよね。そうですね、鏡を見て表情の研究をしたりもしたんですよ。さあ最後は足で受けてフィニッシュ。よくできました。